縦長で600を通過、前は 3,4 コーナー中間、先頭は2番のサンドエンプレス、リード体半分、追っつけながら6番のポリゴンウェーブ2番手、外には8番ポーチュラカ3番手、3頭固まって、直後内には1番のピドホホ、外に行ったのはナックサンライズ、4コーナーから直線、今度はポリゴンウェーブが先頭、追ってくるのはポーチュラカ、その外からナックサンライズ、内を救ってくるのはピノホホ、200を通過、あとは追い込み勢、リベイクフルシティが後方から伸びてくる、先頭は6番ポリゴンウェーブ、外から4番リベイクフルシティ、内からピノホホが3番手、前はポリゴンウェーブ、リベイクフルシティ2頭並んでゴールイン、わずかに外、4番リベイクフルシティ、ポリゴンウェーブを差し切りました。久しぶりの 1200m ということもあって、前半スタートは出たんですけど少し位置取り後ろになって、まあ結構苦しい位置かなとは思ったんですけど、まあそれでも直線頑張ってくれて差し切ってくれたって感じですかね。状態は良かったんで、まあいい勝負にはなるかなとは思ってたんですけど、まあきっちり結果出してくれてすごい頭の下がる思いです。まだ全然馬の状態見てだとは思ってるんですけど、多分次走はもう少し距離伸ばしたレースになるとは思います。はい、今日はありがとうございました。これからもっと強くなる馬だと思いますので応援よろしくお願いします。まあ、本当今すごい僕自身が興奮してまして、まあ、本当馬も強くて、本当最後しっかり走ってくれて勝ってくれて本当に嬉しく思います。スタート出たんですけど、ちょっと周りも早くてですね、で砂かぶってひるんでるところがあったんですけど、3コーナー過ぎから自分からハミ取り出して、で直線も砂かぶないところ出したらもうしっかり伸びてくれました。もう今日砂かぶって、まあ、ちょっと覚えてくれたと思うんで、まあ、これからもいい経験できたので、まあ、どんな競馬もできると思います。今日は本当にありがとうございました。リベイクシリーズフルシティも4戦4勝で本当に強くていい馬なので、まあ、これからも負けないように頑張って乗っていきます。応援よろしくお願いします。